ダメだったとしても知らないし、自分の気持ちを大事にしてあげるってことは自分を大事にしてあげること。あ、今分かってよかった。今日は相談。はい、今日はある40代の男性の相談を受けたことがあって最近で、あれ、これってちょっとこれからの人生観につながるなって思った出来事があったので、ちょっと今日はそういうお話動画にちょっとみんなとシェアしたいなと思ってこの動画を撮っております。はい、でですね、恋愛のお話だったんですけど、内容を軽く説明させてもらうと、まず好きな人がいて、その人は彼氏持ちなんだって。で、まあ、だから自分の気持ちを伝えられてないし、まあ、できれば諦めたいから今次の人を探してるところなんだよねっていう、まあ、ちょっと冗談で次の人、他に誰かいい人いないか紹介してほしいみたいな内容だったんですよ。で、まあその人を諦めたい理由としては、まあ、うまく利用されてるような気がする瞬間もあったりとかしてとか、そういう内容とかもいろいろ細かく聞いてって、で、まあ、話を聞いてる感じだと、それって本当に諦めたいって思ってるみたいな感じだったんですね、私からすると。で、まあ、結局のところやっぱり諦められないし、で、まあ、うまく利用されてるって分かっても、それでも、まあ、どこに惹かれてるか分からないんですけど、まあすごい好きだとそれでも思えるっていうところだったんですよね。から、じゃあ、まあ彼氏がいるのも分かってて、まあ、ちなみにその彼氏とは会ったことあって喋ったこともあるみたいな感じだったんですよね。で、まあ、正直、まあ、彼氏がいるから諦めた方がいいのはあるのかもしれないけど、自分の本心は何？じゃあもし明日死ぬんだとしたら本当にそれでいいの？みたいな。で、私はすごい思う派だから、まあ、ダメ元だし、ダメだったとしても別に良くない？死なないし。で、思うからこそ、なんなら伝えないで、あの時本当は伝えてればよかったかな、あの時ああすればよかったかなって思う方がよっぽど苦しいと思うんですよね。だからこそ、それだったらもう自分を大事にしてあげる、自分の気持ちを大事にしてあげるってことは自分を大事にしてあげることだと思ってて、で、だからこそ自分を大切にするっていう意味を込めて、彼氏いるのも分かってる、だけど僕は好きなんだよねっていうのを別に伝えるのは自由だと思うんだけど、そうだって伝えてもその彼女が揺るがなかったらそれは彼氏も自信につながるだろうし、仮にそれで揺らいでこっちに来てくれたとしたら、まあ、もしかしたら今後同じことをされる可能性もあるから、ちょっと注意した方がいいよねっていうところは私はちょっと思うんですけど、まあ、だからといってなんだろう、じゃあ例えば諦めて他の人と付き合いました、で、やっぱ他の人といってもどこかやっぱり比べちゃうところとかあるんじゃないかなって思ったりとか、それってその付き合った人にもすごく失礼だし、で、自分も自分の心をそんな裏切ってまで、なんだろう、違う人、誰かといる必要ってあるのかなってすごく思うんですけど、じゃそれだったら自分を大切にするっていう意味を込めて、私だったら気持ちを伝える。で、ダメ元でもいいし、ダメでもそれって別によくて、自分が伝えたっていうこと、伝えたっていう事実があることによって、あの時ああしてればよかった、あの時言えばよかったとかの後悔はなくなるわけなんですよ。
でそれによってじゃあ振られたってなっても、まあもちろんその時は悲しいだろうし、すごいぽっかり穴が開くような感覚には誰しもなると思うんですよね。誰しもなるけれども、私だったら、あ、じゃあこの人はこの先一緒に私の幸せな未来のこの先には存在しない人だったんだ、あ、今分かってよかったって私は思う。そう。なので、まあ、何が言いたいかっていうと、誰かに何かを言われたから、誰かがこう言ってるからとか、まあ状況がこうだからっていうので、じゃあ自分の心を押し付けて我慢して押し殺してってしたところで、その誰かさんは私の人生の責任は絶対に取ってくれないんですよね。すっごいありふれてる言葉かもしれないけど、自分の人生だからやっぱ自分が一番責任を持ってるし、例えばそれが失敗だとしても、自分がその時はその道を選んだ方が幸せだって思ってるし、思ったから選んだ道だから、絶対にその先で失敗しても絶対に後悔してない自分がいると思うんですよね。やったことに対して後悔って少ないけど、やらなかったことってすっごい後悔が残るし、だからこそ自分を大切にしてあげることがすごい大事だし、他人は責任取ってくれないし、自分が選んだ道だったらその先で失敗しても全然納得できると思うなってすごい思うんですよねって思うばっかり言ってる、じゃあだってもし明日死んだらどうすんのって一回自分の心の中で自分に問いかけてみて、自分がそれでも後悔しない、今死んでも後悔しないって思う選択肢を今後も大事にしていきたいなって私は思うからこそ、絶対後悔してほしくなくて伝えました。はい。でもそんな感じで私は思うんですが、みんなはどう思いましたか？はい。ということで、ちょっとここまで長々もう話してるだけの動画だったんですけど、ここまで聞いてくれてありがとうございました。で、この後はまだセブ島の動画も上がりきってないので、セブ島の動画に戻りたいと思いますので、そちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。で、今後もなんかこういう相談とか、まあ、人生観の共有っていうのをできたらすごい楽しいなって思うので、もしなんかありましたら、皆さんからもありましたら、質問でも自分がこう思ったとかでも全然いいんですけど、あの DM なりメッセージなり待っておりますので、よろしくお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。騙されー